ちゃんと恋も両立させてる人が、うん、マジで、うん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 、相性いいの。そしてあのちょっと聞きたいんですけど、今日なんかすげえ花粉飛んでるらしいんですよ。大丈夫っていうか、すげえドキドキしてんだけど、これは花粉のドキドキなのか、お姉さんのドキドキなのかが分かんなくて、それは大丈夫です。ちょっとどっちなのか分からんくて、今日はこのあと仕事になんないなと思ってて、大丈夫です。大丈夫でした。今日は友達ちゃう、じゃないかと思ったんですよ。じゃないかと思って駆けつけに来たんですけど、その友達はどういう仲なの？ちゃんと友情続く人ね。あ、ちゃんと友情続くんだね。すごいじゃん。はい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 。じゃあ時間じゃん。暇じゃん。そういう隙間の時間すげえ、これは危険つうか、そういう瞬間になんかすげえドーンと落ちるんですよ。面白いよ。それがそうってだけだけどね。でもわかる、わかんないか。何ですか？隙間時間に気持ちがドーン落ちる。ない。死にたくない。ないか。あんまりない。あんまりない。マジで。合格ですね君。とりあえず友達いるわね。友達多いの、はい、浅く広くみたいな。あ、結構知り合いが多いか。あ、知り合い多い。ちなみに恋愛の方も知り合いつうか、君への興味しかない。ただアレルギーかとか花粉症なのか、君見たせいで鼻ムズムズしてるのか、どっちかなと思って。笑い浅いですね。大丈夫ですか？心配ない。バカしてて、バカしてるやん。でもあれでしょ、男子も友達多いってことだよね、多分。友達が多いっすね。だいぶ切ってきてるでしょ。俺ちょっとごめん。そういうの分かんだよね。500人切りぐらいしてる人の感じがするなと。それでも女子との友情もちゃんと育んでんのね。多いの、バランス感覚大事だよね。そこがやっぱり鬱にならないための秘訣かなって。鬱にならないよね。何時来んの？もうちょっと、7時ぐらい。あと1時間あんじゃん。ちょっとやめた方がいい。仕事で疲れてて、ここで買い物行くとろくなもん買わないから。電気屋とかやめた方がいい。どこ行こう？服もやめた方がいい。思ったでしょ。だから一旦ここに入った方がいいと思う。これ何ですか？ピンダコ、ピンダコハイボール。今日友達と飲むんでしょ？この後ちょっとご飯と飲みは行くね。あ、行くでしょ、はい、でもやっぱり空腹で行くとまたがっつくじゃん。今日はどれくらい行くつもりですか？でも結構今日は飲む。飲むって思ってるの。じゃあ一回こういう時、最初にこういうちょっと粉もんを入れとくといいんですよ。そう、締めで食べるんじゃなくて最初に肉放り込んでくるんです、たこ焼きは。そうするとね。え、兄さん飲まないですか？今日は行こうよ。もちろん全然送りますよ、こんなの。はい、お疲れ。お疲れ様ですよ。わらふりなんですよね。働いてきたんだね。そうなんですよ、結構今日も早く終わったんです。そうなんです。どんな仕事してるの？絶対営業だよね。違うの？それが営業です。まんまやんけ。あ、そうなん。ちゃんと恋も両立させてる人が、え、マジで。子育ても施設の早まったよね。早まってますよね。もう結婚してるの？マジで。え、だってまだ若いでしょ。いやいや、もう、またまた。マジで。仕事も頑張ってますよ。どうなんですか、旦那ともラブラブなんですか？まあ、どうなん。でもさ、子供何歳？今2歳になります。2歳か。子育てにするとホルモンバランスが変わるというか、旦那を受け付けなくるって聞くんだけど。受け付けなくはない。あ、そうなんだ。でも営業だとさ、ガンガン口説いてくるお客さんとかいないの？いいの？はいはい。で、どうなんの？独身だとさ、なんとなくワンチャンありますってみたいな空気出せるけどさ、結婚してます、子供いますだとさ、そういう武器を使えなくなるから営業力が下がるみたいなのないの？あ、そうなんだよ。言い方悪いですけど、逆に需要、独身の若いやつら狙う人もいれば、人妻をむしろ落としていくみたいな。どうなん、落とされてんの？感じの、いいの？それはもう落とされたのか、それともまあなんつうの、落ちる落ちないでわちゃわちゃしてんのか、もうすぐ落ちるかも私みたいな攻防を楽しんでる。うん、うん、でもいい感じで。どういうこと、関係できてんの？上司と。やば、上司も結婚してんの？ダブルフリーじゃん。関係どれぐらいなわけ？上司な、独特な上司ね。楽しい。やべえ、人生満喫しとるやん。でも大事だと思う。変にストレス溜めて旦那との仲も悪くなり、子供に影響する。それには、恋もしてる方がね。やば。
会社の人とできたのはこれが初めて。じゃねえの。だよ。上司なんだよ。前の人は。関連部署の人とできたの。前の人はどうも結婚してるの。マジで。あ、そうなんだ。浮気相手としては。何最初から思ってたわけ。でもあれはやっぱなんつうのかな、あのテニスのダブルスみたいなもんだから、だんだん息が合ってくると思うんですけど、全然合ってこなかったの。たまにでいいかなみたいな。どれぐらいに1回だったの。月1ぐらいだったのか、2週間に1回ぐらい。月1ぐらい。シャミカめっちゃ多いな。月2回。で、その人とはもう会ってないの。うん、会ってないの。おうか、お熱今。え、ちょ待って、終わってはないの。かぶってんの。あ、まだ。じゃあ現在進行形。お前の人とも。マジで。じゃあ新しい人とは1年だけど、その前のとも一応まだ継続してるの。とんでもないこと。あ、それや。大丈夫。とんでもないことなんて。大丈夫かい。今の人はじゃあその前の人とは全然違うの。うん、相性いいの。マジで。嘘。それは今まで抱いてきた人とも比べても上位に入ってくる。でも、はいはい。賢者タイプやらない。うん。賢者タイプ1ヶ月続くの。何それ。普通やった。優しくするんじゃねえの。逆に切れちまったじゃん。何そういうプレイとかじゃなくて。プレイするじゃん。この女も俺のもんだし、どしばし行くかみたいな感じなのか、その人が厳しくすることでなんか燃えてるのか、みんなの前で厳しく扱うことで、もうやったし俺の女だし厳しく言うことに平気みたいなのあるのか。自分はどうなの。冷たくされるとどう感じるわけ。うん、いや、思って、自分も思ってんじゃん。冷たくされんのいいなみたいな、どうせ後で燃えるんでしょみたいな。やっぱそれも含めて燃えてんじゃないの。社内プレイみたいになってるやん。やっぱ人間はコミュニティ内で恋愛するようにできてる。1対1で全くコミュニティと切り離されて人と会うなんてことは人類は経験したことがない。確かに50人ぐらいの村とかを前提としてたから、これ恋愛感情ってのは会社とかの方が燃えるよね。すげえ嬉しそうにしてんじゃん。みんなの前で喋っててももうやってんだけど、みんなの前ではこうなんかちょっと一応ちゃんと上司として、で向こうもこうやって上司っぽく、まあこれやっとけよみたいな、でも俺らやってるけどなみたいな、みたいになるんだよね。うわめっちゃ楽しそう。あのさ、今から資料を作るっつうか、今度プロジェクトやるから資料を作ってほしいんだよ。今から事務所近いんだけど、コピー取ったりとかホッチキスとかやってほしいんで、ちょっと今からちょっと時間を。え、あ、友達なんだっけ。2時間後ぐらいでしょ。何時集合。7時。あと15分ある。たぶんとんとまいつ30分ぐらい遅刻してるから、ちょっと上司に呼び出されたっていうのは分かってるから、あの大事な資料作りたいから。マジで？オッケー。もしかしたらその子今日体調不良で話全然盛り上がらないかもしれないから、その時は後で資料作り手伝って。あ、いいの。あ、おちゃん。じゃあちょっと LINE してて。オッケー。今から飲んで、いつまで飲んでんの。夜中まで。あ、そっか、そうだよね。まあちょっと一応連絡してみるわ。ここまで動画を見てくれた方に20大特典です。ひもてスタートでもナンパで01を達成するための6つのフェーズをマスターできるストリートナンパ完全マニュアル、ひもて完全卒業できるアプリ戦略についてまとめたマッチングアプリ完全攻略ガイド、データやトレンドから構築するモテる男のストチ上げパーフェクトガイド、 LINE で主導権を取る鉄則について解説した LINE メッセージ術全集、美女からの食いつきを最大化させ望む関係をキープできる美女と長期関係構築マニュアル、女性と会話するときの原則と困ったときに言えばいいフレーズ30個を含む女性との会話で絶対盛り上がるマニュアル、
主導権を取ってホテルへの流れを作るのにめっちゃ大事な技術、ダブルバインドを理解できる動画、交渉術の基本、フットインザドアを理解できる動画、女がメンヘラ化するほど食いつく NLP 最強テク、年齢対抗と感情転移が分かる動画、自分の中に眠っている最強のモテキャラを発掘する方法が分かる動画、これできてないとやばい、基本中の基本、女がなびく目の使い方、ソフト&ハードフォーカス、進化心理学、脳科学、NLP、交流分析など学問的に学ぶ再現性のあるモテの法則、 YouTube では出せない実録動画&解説、芸能系現役 JD、 出会いからセフレ化まで、 YouTube では出せないハイスペ女優即日ゲット実録動画&解説、イケてる男の登竜門、クラブを制覇できるクラブ&イベントナンバー完全攻略ガイド、本屋やカフェなど日常のシーンでこそ発揮できるナンパの威力で初期差し最大化を狙うシチュエーションナンパ&ステルスナンパ完全攻略、本当に人生が変わったナンパ始めてからのヤバい出来事を語った0時0がナンパで人生を変えた日、最強オスになって女も金も手に入れる道しるべとなるモテの頂点アルファオス完全ロードマップ、月何十ゲットするモテオたちも最初はヒモテだった、ビフォーアフェアどんな風にブレイクスルーしたかなど語った受講生対談動画集、史上最も売れたナンパ本、究極の男見だき道ナンパ直筆サイン入りを無料プレゼント、合計20個の特典をプレゼントしているので、モテを磨いて人生変えたいって人は今のうちに受け取っておいてください。概要欄もしくは画面の QR コードより公式 LINE から受け取れます。すでに登録済みの方は20代特典とメッセージを打つと受け取れます。